皆さんお疲れ様です。風のしずくです。今日は予告通り、ハロウィンチックなキャンドルを作るんですが、ちょっといろいろ考えたんですけどこれにデコパをしようと思ってたんですけど、要はこの間残った葉っぱですね、こういうのをデコパージュで貼っていこうと思ったんですけど、実際ろうを灯すとなるとこういうものに引火するのはやはりよろしくない。ましてお子様がいるご家庭でやったりとかしたらかなり危ないのでやっぱりこっちにします。いろいろあさって LED 用ライトとかもあったんですけど、これでプラス100均のこのお皿ですね。で、材料は前回の残りをこんな風に切ってで、ちょっと多めに買ったこれですね。それを黒白グレーを6個、あとは、ぶっちゃけ今回もぶつけ本番なんでよくわかんないですけど、もしかしたらこんなのも入れるかもしれない。落ちた。入れるかもしれない。で、これもあくまでも保険で、カスミソー、ブラックと、なんかいろいろ、そうと思います。で、今回先にジェルを入れて、入れるものが紙っぽいのでね、不安定だと思うので、今回先にジェルを入れるんですが、その前にこの中、にこれも100均で去年かなんか買って使わずにいたリボンなんですけど、まず先にこれにリボンを巻いちゃいます。すいません、今日も声と鼻がおかしいです。今前回中耳炎だというお話をしたと思うんですけれども、今回行ってきまして全然良くなってなくて、多分次行って改善の余地が見られなければ、なんか水を出しちゃうとか言われましたけど、どうなんでしょうね。耳が聞こえないっていうのは辛いですけど、我慢できないほどではないので、少し様子見るって言いましたけど、でも皆様に変な声を聞かせするのもどうかなと思って今悩んでるところです。はい、リボン巻きました。そしたら、チューブジェルですね。を入れていきます。
温まるの早っ。で、2つぐらい。どうしよう、これ固まるの早いですね。先全部入れちゃった方がいいかも。なんかいつも固まるの遅いイメージがあるんですけど、なんか早い。全部というか、まあ用意してるだけは入れちゃった方がいいかもしれない。もう一個、とりあえず4つですね。不安定なので気をつけてください。それで、こんな風に切ってあるので、これを入れていきます。もうこれは適当です。危ない危ない危ない、3箇所。であんまり下に行っちゃうと、お皿を使う意味がなくなるので、適当なところで止まってもらって、すっげえ不安定で、これも入れたいんだけど大丈夫かな。あんまり下には行ってほしくない。それで、前と同じように、どうしようかな、これ入れた方が綺麗かな。すごく雑にやってますけど、私なりに計算してます。位置がどうしても斜めに、あーごめんなさい、鼻が本当につらい。それで入っちゃってますね。こんな感じで、
少しこれ固まってから、位置の補強は、補強じゃない、位置の修正はした方がいいかもしれないですね。多分固まるまでは全部浮いてきてしまうので、まだ全然こんな感じ。かすみ草も入れようかな。ただこういう、大丈夫かな、スミスあった方が綺麗かもしれないですね。ただ今の状況じゃ入れても浮いてきちゃうかな。かすみ草は割といい子にいい子にしてくれてますね。なんていうんですかね、きちっとじゃなくてランダムな感じで入ってほしいんですよね。本当に雑に入れましたみたいな感じで入ってほしいんです。あ、かすみ草はいい子だ。まだまだ浮いてくるので全然固まってないですね。
あの、なんていうんですかね、割れた枝が散乱しているイメージなんですよ、私がやりたいのは。これがまだな、なかなか固まってくれそうにもない。このコモノスちゃんが上がってこないですね。上がった上がった。そう、ギリギリの位置で。で、こうやっていじってると。この辺バチくなりますけど、それは固まった後で綺麗にツルッと取れるので気にしないでやります。とりあえずこの黒いあれ枝ですね、これと白い方が下がる程度まで固まるのを待ちます。で、これで固まって、はい、出来上がりでは今回ないので、固まって、押して、で、ここの処理をする。それからお皿に移して、装飾、他の装飾をする、という順序になります。中にろうそくのやらライトやらを入れるのでちょっと隙間があった方がいいかなと思って、今回はあのいつものプリザで作るような感じではやりません。あの逆に隙間いっぱいでやります。ちょっと固まってきたけどまだ上がってきちゃうな。待った方がいいですね。手もベタベタだし、とりあえず押して、多分かなり固まってから、このまだ熱もかなりあるのでかなり固まってから押す、ほぼ強引に押す状態で入れると思うので少し待ちます。手を洗って帰ってきたらもう固まりかけてるみたいなので押し込みます。こっちの黒上がってきてますかね。枝が見えたくないんだよな。大丈夫かな。で、こっからが意外とめんどくさいです。ここの処理ですね。ただ手がベトベトになっちゃう。
こういうとこですね。こうやって取れるので、でも取るのめんどくさいっていう方は、ギリギリまでもう一回ジェルを入れていただいて、でもこれ本当に、ワックスジェルでやるともっと綺麗に取れるんですけど、ワックスジェルだと固まっちゃうと 補修が一切効かないので、あえて私はチューブキャンドルにしてますけど、これは、意外と綺麗につるっと、もっと固まるともっと簡単にすぐ取れます。邪魔だけど、これ取って大丈夫かな。こんな感じで取れるんですよ。こんな感じ。ちょっと、あ、見えてねー。ごめんなさい。外側には行ってないですね。内側ですね、みんな。こんな感じで、ちょっと細かい作業になりますけど、ちょっと、時間かかると申し訳ないので一回止めます。はい、一応取りました。こういうのにティッシュをこう巻いて、そんでこんな感じで取るととっても綺麗に取れます。で、どっか取れてないね。こっち側か？ん？こんな感じ、ちょっと少ないような気もするんですけれども、でさっきみたいにぐちゃ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 ってなって取るのめんどくさいわっていう人は、そのチューブキャンドルですね 溶かさずにクラッシュで入れてしまうというやり方もあります。中 大丈夫かな。大丈夫ですね。それでこっからなんですね。今回ちょっと凝ろうかなと思って、このお皿にのせるんですけど、のせてお花をね置きたいんです。こうやって、で真ん中に置いてもいいし、端っこに置いて すいませんね、咳払い。端っこに置いてお花を盛るもよし、もう一色あるさ、盛るもよし。だここだと色がかぶりがちなので真ん中にしましょう。真ん中って言っても私大体なんですけどね、そんな細かくはやらない。
で一応これが前かな。絶対曲がってる。どうつけようか。こっちが前ですね。それでここにはリボンを置こうかなと思ってます。先ほどのリボンですね。ちょっと怖いな。でもちろんお花だけやってもめちゃくちゃ綺麗だと思うんですけど、花やったらリボン置けないよね。どうしよう、お花の方が綺麗かな。お花の方が綺麗かもしれないな。どうしよう。リボンだとするとこれ裏表があるので、こんな感じで置こうと思ったんですよね。こんな感じで。うん、これにしましょう。ちゃんと綺麗にやります。なんかおかしい。
ワイヤーで、こう持ってきて、こうワイヤーで留めます。で、まあ微調整ですね。で、ここで切って、ここでも切る。こんな感じでつけようかなと思ったんですよね。こんな感じ。どうお花、お花、お花、思ったよりボリュームが出ないな。この方がいいかな。花だ。グレー、白、黒。グレー。違うな。白。このリボンどうしようかな。でもここに置いちゃおうか。ハロウィンが見えないと意味ないんですよね。これはいいかな。ここ気になる人、なんかないかな。本当にぶつけ本番なんでね、いつもすごい、なんかなんかないかな。こうなる。即席。本当にいつも即席。
こんな感じ。こんな感じ。それなりにハロウィンチックになってますかね。前回がお子様と一緒にという体でやったので、今回も誰でも、誰でもって言ったらなんか嫌な言い方かな、どなたでも簡単に作れるという体でやってます。まあ、基本私全部そうなんですけど、あのどなたにもできますよというのが私の毎回のテーマなんですけど、まあポーセラスとかは別ですけどね、あれはやっぱり自分の中の何て言うんですかね、違う意味で呼吸を整える的なあの意味でやってるので、あれはあれで別として考えてください。こんな感じ。ちょっと火灯してみましょうか。一回電気消しますね。はい。はい、こんな感じです。黒がちょっと浮いてるけど。違う前ですね。あのこれは灯してもいいし灯さなくてもいいよという体でやっています。お子様がいるところとかはね、もしかしたら危ないので灯さないでやるケースもあると思うし、まあ今あので電気みたいのも売ってるので、あのお子様がいるご家庭ではその辺十分、火の取り扱いに注意して楽しいハロウィンを迎えてください。はい、ちょっと簡単すぎて動画にするまでもなかったかな。まあでもお子様と一緒に楽しんでもらう、そんな感じでやってるので、あのただ本当にやけどだけ、あのお子様気をつけてくださいね。あのジェルも熱持ってるし、グルガンも熱いので、だからこの葉っぱを切ってねとか、そういうお手伝いがいいのかな、お子様はね。それでも一緒に作ったことになるので、はい、本日もお付き合いありがとうございました。前回今回と本当に素材が揃わなくて、簡単なものしかお見せしてないですね。でもあの他にも動画を上げてますので、その中でいいなと思ったものが一つでもありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。次回は、初の試み、バスボムを作りたいと思います。急にね寒くなってきたんで、湯船が恋しい時期になってきたのかなと思って、でずっとバスボムを作ろうと思って、材料だけはあるんですけれども、なかなか着手する機会がなくて、でちょうどいい季節かな、多分調べたところによると簡単にできそうなので、まあ型とかが買いに行く暇がなくて、まあ家にあるモルドでなんとかしようとは思ってますけれども、バスボム作りをやってみようと思います。
よろしければお付き合いください。ただ本当前回今回といまいちな動画で、そこはちょっと反省しております。申し訳ありません。これに懲りずお付き合いしていただけたら嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。楽しいハロウィン迎えてくださいね。まだちょっと先ですけど、ご家族、彼氏と彼女とお一人で渋谷で遊ぶ、いろんな楽しみ方がありますけれど、一年に一遍ですからね。はい、どうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。風の雫でした。さよなら。